Kindle Unlimited ってお試ししますかっていうボタンを押すと何の確認もなくすぐ始まっちゃうので焦るんですけど、お試し期間が終わると課金されるので、まずいつまで有効なのかっていうのを確認しておかなきゃいけないですね。あと解約の方法も確認しておかないとね。ここのアカウントサービスっていうとこで、お客様の Kindle Unlimited ってあるので、これをクリックしますと。で、そうするとここに入会日とメンバーシップの情報が出て、ここに30日後の9月2日に月額制会員サービスに更新されますよと。つまりここで請求が発生しますよということなので、1日のうちに退会しておけば OK ですということですね。そんで退会するにはここを押すんだね。おりゃ。そうすると確認画面が出てくると。特典の期限は9月2日ですと。あ、9月1日じゃなくて2日のうちに退会すればいいのか。なるほど。あ、もうあらかじめこれ退会予約をできるんだね、これでね。じゃあちょっとやってみますか。おりゃ。で、そうするとこうなるんだ。9月2日まで利用できます。それ以降はメンバーシップが終了し、お客様のカードへの課金は発生しません。ほにゃららと。これで OK だね。で、こっから再開もできるよということなんだ。なるほどね。うん、これで完璧じゃないでしょうか。